はい、どうもよしです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていただきます。はい、今日はこちらヨッシーの本枠なんですけど、マルチのリプレイ解説ではなくて、はい、こちら、リポン語で使ってみた、久々に復活したいなと思います。まあ、普段使ってる、まあ、ゾディアックっていう、まあ、上手い方がいるんですけど、その方はこのナイトの枠をババ型にしてましたね。はい。まあ、自分個人的には正直、まあ、バーバリアンも強いんですけど、まあ、ナイトの方が、まあ、使いやすいという意味で、まあ、一番、愛用してるといった感じですね。まあ、5レ対面になったら間違いなく、まあ、ババ型の方が強いに決まってるんですけど、まあ、そこはそれで、まあ、仕方ないっていうふうに、まあ、割り切って、まあ、やってあげた方がいいのかなといった感じですね。はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、最後なんですけど、こちら世界75位の猛者ですね。はい。まあ、めちゃくちゃ上手い方なんですけど、まあ、相性で勝てた感じですね。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。最初の1戦目はこれ、ババ型ですね。はい。まあ、バーバリアン型ももちろん、はい、強いとは思うんですけど、まあ、1倍タイムでの、こう、まあ、立ち回りであったり、まあ、最後の、こう、追い打ちの時に、正直あんまり、まあ、自分は使いづらいなと思うので、はい、まあ、ナイト型にしてるといった感じですね。はい、相手ここスケルトンキング使ってきたんですけど、はい、ここ逆サイドで何かしらまた来るのかなと思ったら、これ、はい、エリゴレのみという、まあ、こっちとしてはもうめちゃくちゃありがたいですね。これなんでかっていうと、エリゴレだけだとこれキングは 100% 落ちないので、こう、まあ、自分だったらこう逆サイドフルブーパーすることによって、まあ、キングにもこう圧をかけて、まあ、例えばこれだったら、まあ、左側にユニット咲かせるっていう意味でも効果的だと思うんですけど、エリゴレ単体だけだともうこれ無視できちゃうんですよね。はい。で、しかもこれ2周目のエリゴレも、もう右側に出してしまってて、これ相手だいぶやらかしてますね。はい。もうこの時点でもうほぼほぼ GG ですかね。もう相手としてもこれ、まあ、あと進化スケドリームなり、まあ、進化コウモリで、まあ、何かしらアクシデントが起こればあれなんですけど、まあ、今回に関してはちょっとそういったのが全くなくて、まあ、すぐ終わっちゃったのかなといった感じですね。はい、まあこれで GG になります。まあこれはちょっと相手がやらかしましたね。うまいリゴレ使いになると正直これもう負け、こっちの方が相性はいいんですけど、負ける可能性全然あるので、はい、今回はラッキーだったといった感じですね。はい、じゃあ次やっていきたいと思います。次は、ジャイスケラですね。ジャイスケラに関しては、まあまあこの編成に関しても正直、まあバーバリアンの方がジャイをすぐ溶かしやすくていいんですけど、まあ、何回も言うように使いやすさ重視で考えたときにやっぱりナイト型の方がいいのかなといった感じですね。はい、もう立ち回りとしても基本的に手札が腐ってたらもう個人的にはあんまりもう動く必要はないのかなと思います。まあ、リトプリ切って様子見るっていうのもいいんですけど、まあ、大型デッキなのでこうあんまりこうカードを使ってしまうとその隙にやられてしまうっていうことが、まあ、多々あるので、まあ、あんまり自分は動きたくない派ですね。もう相手が動いてこなかったら、もう全然もう2倍タイムまで待っちゃう派です。はい、これ相手ダクプリも出した上にこれ両方マスケット重視もライドラで処理できたので、ここはポンプ立てても OK ですね。はい、またこんな感じで序盤に戻るんですけど、まあ、はい、やることは同じですね。
はい、まあこれ2倍タイムになって、はい、これで形組んだんですけど、相手これ、はい、端前ジャイスケラ、はい、出してきて、まあこれ今回守りましたね。これなんでかというと、これ無視してしまうと、これキングまでやられちゃうので、まあちょっとこれもったいないやり方なんですけど、はい、しっかり守ってあげてからの、まあ、カウンターですね。これちょっと相手スケルトン部隊もやらかしてるので、まあ、ただもうこっちとしてはもう左じゃなくてもう完全にこれ本命は右ですね。はい、まあこんな感じで GG ですね。まあこれ、まあザップ仮に相手がやらかしてなくても、まあ結局のところこれ右側を折ってたので、まああんまり意味なかったのかなといった感じですね。はい、じゃあ最後なんですけど、はい、こちらですね。はい、やっていきたいと思います。相手はラババルーンなんですけど、今回の相手の後衛がまあインドラということで、相性はもう普通にこれ取ってますね。まあ、馬場の防衛がちょっと厄介なんですけど、まあ、そこは、ま、なんとか、ま、頑張るしかないですね。相手の方がもうこれ、ま、間違いなくこれきついに決まってるので。はい、ここラバ出してきたんですけど、もうこっちとしても、はい、いきなりこれ、逆サイドに5例展開するわけにはいかないので、まあ、まずこんな感じで、ま、こういうユニットでちゃんと合わせてあげる感じですね。はい、あとここなんですけど、これヒーラーを拾えたのと、これキング起動もできたので、はい、これめちゃくちゃでかかったですね。はい、これがなかったらちょっと序盤のスタートはめちゃくちゃ悪いものになってたんですけど、まあこれもすごい良かったですね。はい、まあこのおかげでかなりアドバンテージも取ったので、こっから5例展開ですね。これはちょっと、もうエリアドもかなり取ってるだろうということで、まあ5例出したんですけど、で今回やっぱりラバデッキなので、これライドラ普通につけても、これ相手のラバでターゲット取られてインドラが無双してしまうので、まあこんな感じでちょっと工夫して出したんですけど、まああんまり意味なかったですね。はい、こういう時なんですけど、これトルネモを、はい、使ってあげてインドラを引き剥がしてあげることが大事ですね。まあこれによって、はい、ゴレも結構刺さったので、はい、これは良かったですね。はい、またこんな感じで結構終始アドバンテージ取ってたんですけど、はい、ここそうですね、これ、はい、相手がまあディガーバルーン出してきて、まあ、こんな感じでナイトも使うんですけど、これちょっと無視してあげた方が良かったですね。まあ、結局のところも左は折るので、まあ、こんな感じでちょっと中途半端に守って結局のところ折られてしまったので、まあ、それだったらもう守らなくて、もう全力で左サイドぶっぱしてる方が良かったのかなといった感じでしたね。ちょっとこれは、はい、ひどかったです。まあ何回も言うんですけど、結局もう守れないんだったらもう守っちゃダメですね。もうそれだけでも無駄にエリクサー使ってしまうので。まあこれのせいでちょっと負けかけたんですけど、まあただ相性がいいおかげで、まあなんとか勝つことができたといった感じですね。まあ、なので、さっきの、ま、リトプリなり、ナイトなり、ちょっと無駄に、ちょっと防衛にエリクサー使ってしまったので、ま、そこだけはちょっと、ま、今後注意していかないといけないのかなといった感じですね。はい、ま、こんな感じで勝てたんですけど、はい、ま、最後の、まあ、マッチアップに関しては、ちょっと、まあ、自分のミスが、まあ、目立ってしまった試合になったのかなといった感じですね。はい、まあ、レートもちょっとこんな感じで、1700ぐらいから、はい、スタートしたんですけど、まあ、やっぱりなかなか、はい、ゴレは、まあ、個人的にはすごい難しいです。もう簡単なデッキだったら、もう、入りゴレを自分は押すんですけど、まあ、今の環境はやっぱり、こう、ダガーガールが増えてきて、もう、間違いなく、こう、大型環境なので、
まあ、自分もある程度こう大型使えるようにならないといけないのかなといった感じですかね。はい、今日の動画は以上になります。はい、またマルチのリプレイ動画出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。